私は森の民ヤムー、どうぞ。お金？それでジュース飲んでください。ヤムー超優しいんだけど。あの、ごちそうさまです。ちょっと、この車君らの？え、いや、違いますけど。ここ駐車禁止なんだよね。おらおら、やめてやめて。それが森の民ヤムーとの唯一の出会いでした。このアニメは作者が子供時代にスーパーファミコンのソフトを容赦なく盗まれた悲しい過去を振り切るため頑張って描いた漫画が映像化されたものである。ちょっと原稿できないでしょ。それこそが我らの目的。そろばん、習字、何をやっても続かなかったけど、これだけは命かける。どんだけ安いのよ、あなたの命。我々がお前の結婚必ず落とす。私らは頑張ってるやつが一番嫌いなんだよ。どうしようもないクズどもね。どうしたまい。苦しい。しっかりしろ。何があったんだ。おい、あんた恥ずかしくないのか。漫画を描くってことは人殺しと一緒だぞ。舞は小さい頃から漫画が原因でいつも一人だった。妹は漫画が原因で消息不明、漫画が原因で家族崩壊、漫画が原因で借金地獄、そして今度は舞の命までも奪ってのか。このガラクソ主食人間か。あんたまだやるかよ。自分さえ良ければそれでいいのか。マヨネーズかけてやる。書くのやめろよ。みーちゃん、もうやめて。マイ、私、みーちゃんが人殺しになるの耐えられないよ。マイ、今度生まれてくる時は一緒に。ポノカよ。アイちゃんの本はなんとか間に合いました。マイちゃんは死にました。